ステファン・ゾルテスは、ハンガリー出身の指揮者。1949年、ニーレ・ジハーザ生まれ。ウィーン音楽院で、ディーター・ウェーバー、フリードリヒ・チェルハ、ラインホルト・シュミット、ハンス・スワルフスキーの各紙に指示。1971年に、アンデア・ウィーン劇場にて指揮者デビュー。百七十三年から百八十三年まで、ウィーン国立歌劇場のコレペティトルを務め、 その間に、ザルツブルク音楽祭で、カール・ェーム、クリストフ・フォン・ド・ホナーニア、ヘルベルト・フォン・カラヤンらの助手を務め、1979年から1981年まで、クラーツ歌劇場に客演して、経験を積んだ。1983年から、ハンブルク国立歌劇場に移り、1987年には、ベルリンドイツオペラの指揮者陣に加わる。 1988年から、ブラウン・シュバイク歌劇場の音楽監督に就任し、1992年には、フランデレン歌劇場の主席指揮者に転任。1997年から2013年まで、エッセンのアールト劇場の支配人兼音楽監督となり、同地のエッセンフィルハーモニー管弦楽団も指揮した。退任後の現在はフリー。ドイツでの活動も長く、ドイツ語読みの、 ショルテストも日本語表記される。ナクソス、ありがとうございます。